横浜 DNA が2024年シーズンに向けての指導の第一弾としてトレバー・バウアー等での獲得調査を進めているとの報道がありました。バウアーは2023年に基本シリーズ進出を果てたした横浜に祝福のメッセージを添るなど球団との関係は良好に保っています。しかし、その一方でファンからはいらないという声も多く上がっています。 バウアーはサイヤング賞を受賞した実力派投手ですが過去の炎上騒動などが影響してファンの間では否定的な意見も強いようです。例えばバウアーがいなくても日本一になったという意見やケイト・ジャクソン元横浜の選手がいるから必要ないという声も見られます。さらに過去に日本人選手を傷つけたことがある人を わざわざ獲得するべきではないといった意見も少なくありません。また、バウアーに対しては、彼はただずれているだけで悪気はないという見方もありますが、それでも一部の不安は謝罪後も許せないという感情が残っているようです。中には、バウアーが必要だと指示する声もありますが、チームのバランスを崩すのではないかと懸念するファンも多いようです。一部では、 もしバウアに20億を出すなら2億の投げでを5人連出て来てほしいという声も上がりバウアが MLB に戻れない現状を考えると横浜が彼を獲得することは難しいのではないかとも言われていますさらに契約交渉で合意できなかった経緯もありバウアが再度横浜に加入する可能性は低いとみられる意見もありますバウアが加入すれば ファンが減るだろうと心配する声も多く、バウアーをめぐる議論はますます白熱しています。一方で、バウアーを歓迎するファンも、一定数折、日本一を目指すためには、彼の力が必要だという声もあります。しかし、今後どうなるかはまだ予測がつかず、ファンの間では、賛否両論が続いています。このように段落ちを分けて、 バウアー投手の獲得についての賛否やファンの反応を整理しました。